どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイツやっていきたいと思います。で、今回は新しく追加されました。神話雪を狙ってガチャの方を回していきたいと思います。あ、間違えた。なんかいろいろ間違えて。<laughs> いや、もうワクワクしちゃって。<laughs> えー、そして、今ですね、えー、イベントをやってますね。で、ステップアップ召喚の確率が上がるというイベント。めちゃくちゃ美味しいイベントやってる。 で、ステップアップ召喚、えー、天井ですよね。一番最初の天井が5%なんですけど、10%ですね。で、その後2段階、3段階、4段階と20、20%、45%、70%と、えー、確率が非常に上がっている。普段であれば5%、10%、25%、50%ですよね。えー、だいぶ確率上がってるんで、えー、早めに <laughs>、引きたいですね <laughs>。確率上がったところで5%、えー、5段階までい,いっちゃうとあれなんで、えー 3段階45%あたり弾けるとめちゃくちゃ嬉しいと思いますけど、じゃあ、えー、神話ゆきさん強いと思うんで、えー、PVE の方でも活躍が見込めるんで、えー、頑張って、えー、回していきたいと思います。まあえー、ルビーは温存してあるんで、え一、ー、体は確実にゲットできると思います。じゃあ、それでは早めに弾いてほしい、でも <laughs>。じゃあ、行きましょう。とりあえず、えー、何があるかわかんないんで、単発で行きましょうか、一発だけ。 じゃあ、記念すべき2周年一発目、ゆきさん、単発で、神引きあ、ラグったぞ。いや、ただの通信以上なのかラグったな、今。ラグった、ラグった。あ、ただの通信以上だ <laughs> 甘くないか。メリッサーというかで出ましょうか。まあ、単発じゃ出ないんで、えー、10連で行きましょうね。じゃあ行きましょう、えー。1段階目に向かって10連。 ゆきさん。道中で見たことないんで、道中で来たら嬉しいけど、道中の確率は多分上がってないよね。上がってるかな道中で出てほしいけど。おいで神引き青い青から昇格なーし。もう2年もこのゲームやってるんですよね。長いですよね。長く楽しめてる。 なかなかそういったゲームないですよね。うん。じゃあ、21連目。レッツラ、おいで <noise> あ,あ、黄色黄色からの、昇格ナイスキップじゃあ、31連目長丁場になるといけないんで、サクサクいきましょうか。31連目、来い あ、また黄色からの、黄色からの、黄色、スキップ <laughs> じゃあ41年目カモン、レッツゴー <noise> あ、また黄色が出ましたね。黄色からの、昇格なし、スキップじゃあ51年目、おいで ああ、い、青からの昇格もたまにある。スキップじゃあ、61連目お願いします。道中でえ何かしら副産物も出てほしい。61連目、レッツゴー遅いな。<laughs> <laughs> 青い、青からの昇格なし、スキップじゃあ、71連目、お願い。ゆきさん、おいで ああ、黄色黄色かな黄色かな黄色スキップええー、じゃあ、ルビーを割っていきましょうかね。ええー。じゃあ、81連目早めに早めに来てほしい !80 連目ー早い来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 い,来いああ、赤いか <laughs> 甘くないねさすがに道中は厳しいか。赤から変わったりしない さあ、何が出るかな伝説プラスで、レベル、マックスのキャラが出てくれるとめっちゃ嬉しいんだけどな。万能例痕跡は500個もらえるんで。さあ何が出るかな、何が出るかな何が出るかな何が出るかなって。<laughs> いやん。ああ、アデルか、アデルは、あマックスなんで、えー、30ですね。うん。 最近2枚抜きとか見てないけど、2枚抜きしちゃったりするやつは、ないね。ない、オッケー、えー、<laughs> じゃあ、91年目、サクサク行きましょう。91年目、レッツゴークリアしたガイドミッションがあります。なんかいろいろイベントやってるんで。青、青からの、青だろうん、スキップじゃあ101連目、101年目道中で、カモン あ、黄色、黄色からの、来いスキップじゃ、天井が近くなってきた。111連目お願いあ、ガイドミッションなんかいっぱいクリアしていくな、これ。ルビーがもらえるやつかなこれ。あ、神話のあれか、ユキのあの、ステップアップのやつで、なんかいろいろもらってるかなじゃあ、121連目お願いします 道中神引き見てみたいけど。スキップじゃあ131年目レッツラ、おいでうん、道中はなしと、<laughs> いうことですね。オッケーじゃあ、天井、ええー、通常だと5%だったと思うんですけど、10%ということで、ワンチャンあるんで、 頼みますよ、ゆきさん。10%引いちゃっても、10%引いちゃってください。はい、どうぞ黄金に輝け来いかー、赤いか <laughs> 甘くねえなー甘くねえかー変わったりナイークー <laughs> しょっぱな早く引けるとちょっと後が楽になるんだよな、気持ち的に。さあ、何が出るかな とケイドメリッサールーキートリスさん、最後かなこれ。あアリスかなこれ。ああ、かわいらしい。アリスさん。ああ !A ランクのマイレージボックス。取り行きましょうかね。 えー、一段階目、10%残念ながら引けずということで、せっかく確率上がってるんで、えー、早めに引きたい。じゃあ行きましょうか。2周目。えー、二段階目に向かって回していきましょう。じゃあ、二段階目の11、えー、一段階目でいいのか。の11連目。レッツラック 青い青からの昇格なしさくさく行きましょうか !21 年目おいで素早く素早く取って素早く黄色から、黄色から昇格ナイスキップじゃあ31連、31年目お願いしますまだ道中で出てくれてもかなり熱い スキップじゃあ、41連目お願いあ、ガイドミッションめちゃくちゃクリアしていくな、これ。あ、黄色、黄色から、黄色スキップ副産物もあんまり美味しくない。51連目、レッツラ、おいであ、黄色 結構気象は多いな。スキップじゃ、あ61連目来いああ、また気象が出ましたね。気象はよく出るな、今日。スキップじゃ、あ71連目カモン変わんねえな。<laughs> 景色が変わんねえ。 昇格しちゃったりするやつナイスキップじゃあ、81年目レッツラ、来いあ、早い来た来い来い来い黄金に黄金にかかかいさすがに道中はきついかー。うーん、きついな。さあ、伝説プラスキャラ、あたりが出てくれると、非常に嬉しいんだけど。 アイリーンか。新はアイリーンだったら嬉しいんだけどな。ええ。まだ私の心は折れてないよ。全然。2枚抜きは、ないかな最近2枚抜き見てないな。アイスランクマイレージ、もらいきましょう。マイレージがもらえるから結構あれですよね。ルビーそこまで使わない。 OK, じゃあ、91年目お願いします道中で来てくれてもいいよ !91 年目青か青から青をスキップじゃあ101連、101年目レッツラおいであ、黄色黄色からの 黄色、スキップー !C ランクもう一応取り行きましょうかね。一 <laughs> 枚だったかな、C ランクは。まあ、少しでもちょっと温存して、ルビーで買える商品もあるんで、そっちもちょっと買いたいんで、ルビー残したい。じゃあ行きましょう。111年目、神話駅さん、おいでーあ、黄色、黄色からの、 変わらず、スキップお姉さん頑張って !121 年目ユキ <laughs> さん、カモン青からの、青、スキップじゃあ13、131年目レッツラ、おいで遅いな <laughs>。さあ、というわけで、 え黄色から黄色から、昇格ないスキップというわけで、ええ、とりあえずマイレージ取って。じゃあ、確率上がってるんで、20%! ここ引きたいなここ引けるとめっちゃ嬉しいけど、頼む神話ユキユキさんユキさんお願い !20%! カモン来い頼むここ来て来て来てオッケー来たよっし <laughs> マジか嬉しいこれめっちゃ嬉しいわよっしじゃあ見ましょう よっしー <laughs> 勝ったぞこれ !20% 引けたうでっけえこれやっぱちょっとイベントやってて、通常だったら10%なんですよね、ここが。いや、ここで引けたのは熱いな。<laughs> <laughs> だいぶ熱いいいイベントやってるね、これえー、奇跡の2枚抜きとかは。奇跡の2枚抜きとかあったりしたら、もう泣いちゃうけど、 そんなことはねえな。そんなことはねえか。そこまで甘くはないか。レン。ラストぐらいか、これ。バルデル。えーというわけで、えー、でも、2段階の天井20%で、えー、引くことができましたね。あれちょっと待って、これ。3段階のステップアップ進行中んあ。 でもこれあれなんですね。3段階目に向かってるな、これ、ステップアップが。1回引いたら3段階目からスター、あ、3段階目にいいのかいいんだっけ忘れちゃったな。<laughs> まあ、とりあえず、まあ、ゲットできたということで、よかったですね。うわ、嬉しいわ、これ。えー、戦力も上がって、いや、めちゃくちゃ嬉しい。じゃあ、レベルアップは、 えー、熟練度。いやー、あっちいなー、引けたなー。<laughs> あれちょっと待って、一括、一括。OK。で、レベルが、神話は36までだったかなえ ?30? ちょっと待って。あー、もらってねえんだ。びっくりしちゃった、今。<laughs> これもらうの忘れてるわ。これもらって、超越オッケーで、これで36までいった。じゃあ何かしら、イベントとかの報酬、ちょっともらっていこうかな。なんか、霊魂石とかは、 霊痕石をもらうためには、えー、ステップアップ召喚を700回回さないといけないか。<laughs> まあでも、ガンガン回していきたいな、これ。で、成長支援スペシャルミッションの方。なんかわからないボックスがもらえている。で、こっちは霊痕石。レベル42。 に到達したらもらえる感じか。うん。あーで、これも、あるんだな。一定回数、ステップアップ召喚、雪を除く。あ、雪を除くそうなの <laughs> 雪以外を回さないといけないんだ、これ。そんな余裕はねえな、さすがに。ルビー消費イベントで、 あ、これは何だっけ伝説、あ、宝石か。宝石召喚券。あ、もうこれ一気にいっちゃうな、これ。で、これ最後なんだっけああ、ユペット召喚券もらえるんすね。まあ、あっさりもらえたな、これ。<laughs> あ、じゃあ皆さんもらえますね。1万5000ルビー消費ということで。多分、フェスの方でも、それぐらいはもらえそうですもんね。うん。 いや、なかなか良かったな、引きが。じゃあ、ちょっとスキル強化して、マックスまで。まあ、ちょっと実戦投入するには、えー、レベルが低すぎるかな最低でも40が欲しい。ですね。ちょっと固有能力のやっぱレベル1で、えー、4回攻撃するたびに40%の確率で悪夢効果。ここまではやっぱつけたいな、最低。うん。 えー、というわけで、えー、まあ、改めてざっくりスキルの方を見ていきましょうかね。まずパッシブの方、えー、自分に究極技、ゲージ、減少、免疫を持っている。えー、そして PV フィールドで使用した場合、20秒ご、20秒ごとに5秒間解除不可能な無敵効果を与えますということで、これがまず強いですよね。えー、20秒に1回無敵を貼ると5秒間の。えー、そして、 えー、究極技ゲージに対する免疫を持っているということで。これが強いと思います。で、あとは究極技の方で。究極技を打つと解除不可能な受けるダメージ減少効果がつくと。あ、もうこれ値はでももう70%マックスになってるっすね。うん。今のスキルレベルでも敵から受けるダメージが70%減少と。だが無敵が5秒間あって。で、究極打つと7秒間の えー、ダメージ免疫を持っている。あ、ダメージ免疫じゃない。受けるダメージ減少効果を持っている。そして、あと、まあ、固有能力のパッシブのレベル5ですよね。5をつけると、さらにシールド。えー、究極打つと、んうん、究極打つと、えー、シールドも貼れるということで、えー、レベル60までいくと、えー、また、えー、耐久力がぐんと上がるという感じですよね。 で、あと攻撃に関しては、えー、基本的に、えー、全てが範囲攻撃の、えー、防御虫ダメージになってるんで、えー、新しく追加された8人レードの方と、あと、えー、リザドリアとかでもワンタッシュは使えるんじゃないかなと思ってるんですね。リザドリアの方がちょっとオートができないんですけど、ユキさん範囲が長いんで、えー、卵、 えー、卵を、えー、倒してくれるんじゃないかなってちょっと期待してます <laughs>。<laughs> そしたらオート周回ができそうなんで。うん。で、あと固有パッシブの方でやっぱレベル3になると、えー、自分が戦闘不能になると HP を100%回復した状態で復活すると。えー、そして、 えー、追加で味方または敵が戦闘不能になると、自分に、えー、明晰夢効果を与えますということで、えー、この明晰夢の効果があると、あることによって発動する効果ですよね。究極技の場合は、えー、悪夢ですね。悪夢を与えられるようになると。だから、明晰夢がない状態だと、この悪夢が与えられないと、究極技の方で。と、あと、えー、これですよね。明晰夢の追加効果。えー、 5秒間解除不可能な認識不能効果を、えー、与えるようになるという、ああ、与えるようになるということで。これでまた耐久力は上がりますよね。なんで、えー、固有パッシブレベル3まで行くと、えー、アリーナの方もだいぶ使いやすくなるかなって感じはしますね。えー、というわけで、えー、2周年、なかなか高スタートを切れましたね <laughs>。えー、というわけで、 えー、頑張ってイベントの方、いろいろコンテンツも追加されたんで、楽しんで、えー、やっていきたいと思います。ということで、皆さんも、えー、ゆきさん、えー、弾けることを応援してるんで、頑張って楽しんでいきましょう。というわけで、えー、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。